皆さんこんにちは、池田愛理です。今回は音に包み込まれるアクオスの音質について学ばせていただこうと思います。早速ですがシャープの大野さんに伺ってみたいと思います。よろしくお願いします。シャープ大野です。よろしくお願いします。お願いします。今回はアクオスの音についていろいろ教えてください。フラグシップアクオス XRED EP1 に搭載しているアラウンドスピーカーシステムプラスをご紹介します。音については実際に聞いていただくことが一番なので、池田さんにはアクオスの音質を体感してもらおうと思います。視聴している皆さんには池田さんのリアクションを通して想像いただければと思います。なるほど。動画だと実際にこの再生する機器によって音質が左右されますから、本当は実際に聞いてもらうほかないんですよね。わかりました。じゃあ私が皆さんに伝わるようにリアクション頑張ります。それでは体感いただきますね。お願いします。すごい、なんか楽しくなっちゃいますね。イエーイイエーイ。池田さん、すいません、思わずこれ音と映像に引き込まれてました。正直想像以上ですね。まずこの画面に出てくる映像の臨場感がすごいですよね。しかもやっぱりこう音が立体的というか、本当に包み込まれているようなそんな感覚になりました。いやすごいな。しかもこの映像の中に入り込んでいるような気分になれますね。実際に音質を体感いただいたところで、 ARSS プラスについて少しお話ししますね。まずテレビの下部だけにスピーカーがある場合、音の聞こえてくる方向と映像の見える方向がずれて違和感を感じます。大画面になるほどこの違和感が大きくなりますが、画面を囲むようにスピーカーを配置すると、音の合成により画面から音が出てくるように聞こえ、これにより映像と音響の一体感が高まったんです。さらに高さ方向のスピーカーを追加して立体的な音響に包み込まれる効果も追加されたのが最新の ARSS プラスです。なるほど、そうだったんですね。臨場感と絵と音の一体感が感じられるアクオスの音でした。今回はこの ARSS プラスに搭載されているハイトスピーカーの良さを体感いただけるデモを用意しました。ご覧いただいている皆さんにも違いが伝わると思います。どんなデモですか？このハイトスピーカーありとなしの音の違いを体感いただきます。いや、ハイトスピーカーあるのとないのとで全然違いますね。なんか音が上からこう降ってきてる感じというか、本当に音に包み込まれているっていう感覚がよく分かりました。これ見ている皆さんにも伝わったんじゃないでしょうか。さらにハイトスピーカーには高音域のツイーターと中低音域のミッドレンジという2つのスピーカーを搭載しています。この2つのスピーカーを搭載していることで音の聞こえ方が違うんです。それではちょっと音を鳴らしてみますね。全然違いますね。なんかよりこう音の広がり方が増した気がします。音を遮ることなく前方向に垂直クリアな音を届けるデザイン設計を施し、画面の上と下から立体的に音域豊かで上質なサウンドを届けます。これにより映像の世界にいるような臨場感を楽しめるよう設計されています。いや、そんな工夫がされてるんですね。音の世界って深いですね。シャープは
テレビの音作りにおいて臨場感だけではなく人の声の聞き取りやすさもとても大切にしています。テレビ番組や映画などのコンテンツでは人の話すシーンが非常に多く登場します。そのため基本的に人の声がクリアで聞き取りやすく長時間の視聴でも疲れにくい音作りをしています。そうだったんですね。私テレビドラマ結構見るので、人の声とか会話が聞き取りやすいっていうのはテレビの音の本質って感じがします、またこのテレビはドルビーアトモスにも対応されているんですよね。あの映画館でも採用されているドルビーアトモスですか？はい、劇場で体験できるような立体音響がご自宅で手軽に楽しめます。最近のテレビってどれもドルビーアトモス対応ですよね。よくご存知ですね。実はドルビーアトモス対応でも違いがあるんです。ドルビーアトモスの音は位置情報を持っています。例えばヘリコプターの音は上からの音、歩く足音は下からの音というように音の位置情報によって音を出すスピーカーを分けているんです。スピーカーが画面下にしかないと本来上から聞こえる音も画面下のスピーカーから出さないといけないので限界があります。この ARSS プラスでは上からの音をハイトスピーカーから出すので本当に上にヘリコプターが飛んでいるかのように聞こえます。なので同じドルビーアトモス対応のテレビでも臨場感が違うんです。なるほど、そうなんですね。今回はスピーカーの配置や角度へのこだわりなどアクオスの音質の良さについて学びました。ぜひ視聴されている皆さんも店頭に足をお運びいただき実際にこのアクオスの映像や音を体験してみてください。大野さん、今日は詳しい説明ありがとうございました。ありがとうございました。この丸ごとシャープではこのように学びになる、ためになる活用方法などを続けてお伝えしていきますので、ぜひシャープ公式 YouTube チャンネルに登録してご覧ください。よろしくお願いします。できました。じゃん、綺麗な音が降ってきた。丸ごとシャープ。